ラス2014。そうですね。言い方悪いけど泣く人もいる。まあ。まあ、それと子供ね、使えないこともないですから、なんか、ただ、まあ、合わせてもらえます。まあ、一応、お買いになったら、それもついてますので。え？ついてます。3本にそれがついてます。あ、もちろん。で、これがキットですから。これは、新鮮さやから。あ、ピンって取れちゃう。ここのケースに3つ浅くキットあるんですけど、これを、こう、浅いところに向かってスライドしていただくと取れます。これ結構自由に。こういう風につけたりできます、ね、こういう風に縦にやったり横にやったり簡易の簡易運台にもなるので、こっちの方がこっちの強い運台。そうですね、この運台は、LED とセットで売ってるものなんですけど、これもまたスライドで取れます。これが LED とセットになってまして、こういう風にセットになります、ね、で LED の説明も一応、じゃあこれもスライド式になってまして、でミニ USB でこう充電できるようで、だいたい72時間くらい、72分ですね、すいません、72分くらい持つようになってました。でこっち電源入ってあるんですけど、ここを電源を長押ししていただくと、1段階、2段階、3段階で結構明るいです。なのでまあ結構遊べるということで、でいろんな角度でこういう風になってます。すごいですね。でレンズなんですけど、魚眼と標準と望遠レンズが3つで1セットなんですけど、これねじ込み式になってます。本当にこれのもう2分の1なんです。ただ気をつけていただくのは、ここはゴム製なので、たまに合わないとちょっとこうねじ切っちゃう部分があるので、そこだけ気をつけていただければスムーズに取り外しが可能になってます。フィッシュアイと、フィッシュアイと標準と望遠レンズ。標準っていうのは。まあ、どれくらい標準なのか私もちょっと不明なんですけど、普通に撮るよりもちょっと望遠になるってことですか？それともちょっと手前に映るというか、ね、そうですね。よければカタログをお持ちしましょうか。あ、いいですか。いいですよ。3月あたりにこのレンズセットと LED セットとこのセットで2セットね、はい、あ、なるほど、これ全部カラーも、はい、カラーも、黒、ピンク、白、赤から選べますね。じゃあ、赤で全音セットっていう形でも買えるんですか？そうですね、LED とレンズはちょっと赤とかはないんですけど、はいはいはい、ただ、まあ、この色セットでこの色プラスセットみたいな感じで買われることはできると思います。なるほど。これいつ頃発売なんですか？もうケースとか LED に関しては発売されてます。あ、そうなんですか、はい、フルセットに関してはまあ来月の発売ということで、来月のまあ中旬か下旬あたり早まるかもしれませんけど、そうですか、そんな感じで発売されます。
従来のこの DHG いや従来品になりますね。あ、ええ、ちょっとあれ、まあ、ご覧の通りにもすごいですね。特に今日は、まあ、冬場なんで、はいはいはい、まあついちゃうじゃ、はい、ついてしまうんですけどね、はい、こちらがまあ、 あのエグザスの方になりまして、はい、まあわざとこう、つきづらいのがありまして、振れば落ちます。こちら振っても落ちないんです。かなり本当だ、ね、もうくっついてしまいますので、まあ振れば落ちちゃいますね。なんで帯電防止の方が、ね、はい、かなり高まっております。すいません、ありがとうございます。いいどうも。